こんにちは。今回はね、オリーブのね、剪定の仕方のね、動画です。ですね、だいたい切ってるところのね、動画も交えながらちょっと解説していこうと思ってます。ね、オリーブ家に植わってる方ね、どうやって切ったらええんかわからない方もいると思いますんでね、私は20年以上のね、植木屋の経験を生かしてね、そのようにね、ちょっとためになる、情報を発信してますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ですね、まあ、この動画をね、見ることによってですね、だいたい基本的な切り方っていうのがわかると思いますんで、それをまあね、大きさはちゃいますけどね、ここのオリーブね、ちょっと大きいんですけど、だいたい基礎は同じなんでね、それを自分のお庭にね、当てはめて応用してね、やっていただけたらなと思っております。では始めていきます。よろしくお願いします。このオリーブの根元を見てください。このようにね、根元にたくさんこう枝が出てるんですよ。ほら、こんな感じですね。こんな感じに出てるんですけど、これをね、まず一番最初に全部切ってください。これね、ヒコバエって言ってですね、この本体の大元がね、これを残しておくことによって弱ってしまうんですよね。ですんで、一番最初にこのヒコバエ、まずこの根元から生えている枝を一番に切るっていうのが剪定の基本ですね。はい、よっしゃ。実際登って切っていきますね。ちょっとカメラが近いんでうるさいかもしれないですね。すいませんね。よっしゃ。ちょっと殺菌でね、首にかける、カメラ首にかけるアイテム購入したんで、ね、それでいったろうと思ってます。よっしゃ。だいたいね、こうてっぺんこんな感じになったんですよ。よっしゃ。ほんで行きますんで、上からね、見えるかな。ほら、上はね、バチバチ切っていってください。上がね、茂っててね、重かったら台風でね、こうバー揺れてね、こける可能性もないことないんでね。でも上はこの見えるかな、このようにね、もうバツバツ、このなるだけ太いやつね、ほらわかるかな、ほらちっちゃい、こう太いやつを元から抜いて、ほらね、ちょっとね、柔らかいようなやつは残してるんですよ。見えるかな、ほらこんな感じで、いくって感じですので、まあ上の方はね、結構しっかり切るんでちょんちょんになるんですけどね、下の方はちょっと多めに残すって感じですね。ほら見えますかね、ほんとこんな感じですわ。上はこの辺も行きましょうか。カメラつけて剪定するのが初めてなんで、ちょっと意外にコントロール良かったな、向こうの時はな。僕 GoPro じゃなくてね、携帯 iPhone つけてやってるんでね、ちょっとやり落としたらどうしようかなとか、なんかそんな心配もしてないからやってます。よいしょ。
見えたら見えたらいいんやけどね。今回ねオリーブの剪定のねちょっと説明なんですけど、何かとかね修正とかね、そんなの一切なしでもう忘れますしね、聞いてもね。それよりも実際どう切ったらいいんやって、もうそこ集中しますね。どう切ったらいいんやって言ったらね、上の方はねしっかり切るんですよ。だからまあ言うたらね、上の方にもし5本枝があったら上の方はもう2本だけにするとかね。でどんどん降りてきて下の方の枝はもし5本あれば4本にするとか、上をねきつく切って、上をもうほんとしっかりすいて、どん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 下に降りてくるごとに葉っぱを多めに残すっていうバランスで切るっていうことなんですよ。でまあね、オリーブの枝の出方ってもういろんなとこに出てますしね、あの葉っぱももう螺旋状についてますんでね、まあどこで切ろうが問題ないんで、もうそこはもう美的感覚ですね。一番大事なことは上をしっかり切ってどん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 緩くしてくるっていうバランスっていうことです。まあこれ一応あの剪定の基本なんですけど、そうすることによってね伸びた時にねバランスが整うんですよ。上が一番茂りますんでね、だから上薄く下濃く切っといたら伸びた時にちょうどバランスよくなるっていうね。ですんでそこを一番重点的に切ってもらえたら、あとはもうね本当もう自分が見て、あ、かっこいいな、かっこよくないかって、そんなぐらいの判断でね、ええと思いますわ。で、まあ、オリーブ強い木なんでね、まあ、常緑樹ですんで、葉っぱ全部なくなるように切ってしまったら、そら、ダメでしょうけど、まあ、少々ね、強く切ってもね、しっかり芽吹きますんでね、一度やってみていただけたらなと思います。以上です。